Why did never give up? はい、どうも、もちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。ちょっとね、ここ数日皆さんにご心配をおかけして、おりましたけれども、一通りで、その、症状が、まあ、回復しましたので、まあ、改めて皆さん本当にありがとうございましたっていうことと、昨日のね、朝に、もう一度泌尿器科に行ってきました。ね、何をしたかっていうと、膀胱のエコー検査っていうのをやってきました。まあ、どういうことをするのかっていうと、膀胱をエコーで調べて、異常がないか見るという検査になります。ね、やっぱね、デリケートな部分なので、ちょっとこう真面目な話なんですけども、ね、あまりちょっとね、その、見てほしいけど恥ずかしいとか思ってる人がもしかしたらおるかもしれんのですが、まあ、ちょっと僕の場合本当に、その、まあ、血尿が出たっていうところから、まあ、今回始まってね、で、まあ、その、やっていたんですけども、結論は本当に病院ってよかったなと思っています。で、その昨日のエコー検査の結果は、まあ、異常なしということで、先生の方から、お墨付きをいただきました。膀胱も綺麗ですと、腎臓も調べていただいたんですけど、腎臓も綺麗ですねって言われたんで、あ、よかったと、いうことで、まあ、めでたくこの一件はまあ解決ということになりました。でね、血のおしっこが出るって、やっぱり、めったなことでは、まあ当たり前なんですけどね、ないわけですよ。で、よく言われるのは、その、痛くないやつの方が危ないよ、みたいな。って、よく言われるらしいんです。私、痛くなかったんですよね。そう。だから、もう、さらに怖くなったというか、で、最近で言うと、元ボクサーの竹原慎二さんが膀胱癌になったっていうのを僕知っていたので、で、竹原さんが、言ってたんですよ。もう、早めに言っとくべきだったって。で、それをやっぱ見てたので、まあ、竹原さん運よくね、あと体も強いっていうのがあったから、あそこまで戻れたっていうところもあるんですけど、まあ、一般の人間も、私も含めた一般の方だと、かなり大変だと思うんですよね。まあ、なので、僕はもうすぐ行ってよかったなと思ってます。で、こういう人本当に気をつけた方がいいなっていつも思うんですけど、行きたくない理由が、その、行くとなんか見つかるかもしれないから嫌だと。結構いらっしゃるんですよね。で、いや、これよく本当考えていただきたいんですけど、見つかった方が後のためになりますよと。そうじゃないですか。そこで見つかるものを見て見ぬふりしてたら、どんどん進行していくわけですよ。これもし癌だったらと考えて本当に怖いなと思います。あれって本当になんかその、早いうちだったらね、手にもしないとか、要するに違う場所に飛んだりするわけなので、そういう問題もまあ解決するっていうところもあるんですけど、放っておいたらですね、数が増えて、場所も違うところに行ったりとかするらしいので、本当になんか気をつけてほしいなっていうのがまあ僕の中であるんですね。で、まあその泌尿器科で、要するにその、局部を見せないといけない。これも結構、さっきも言いましたけど、恥ずかしかったりするのかもしれない。僕が確かに子供の時は、本当覚えてるのが、ベッドに大の字で寝させられて、その、下半身がしっかりと露出した上で、なんか怪しい光を当てられて、治療したっていう記憶があって、めちゃめちゃ恥ずかしかったんですよね。子供だったけど。で、まあ、でもまあ僕、それはもういいとして、まあ、それよりも、何かが分かった方がいいかなと思って、まあ気にはしてなかったんですけど、ただね、最初の検査もまあ、検尿だけで、膀胱エコー検査っていうのは、そう、で、僕の検査をする人が女性の方だったんで、うわーと思ったんですけど、とりあえずズボンだけ脱いでくださいって言われて、で、なんだっけな、あ、パンツは脱がなくていいみたいな感じだったんですよね。そう、あ、脱がなくていいんだと思って、あ、なんだって思ってですね、だからパンツは見られました。でも、まあね、いいじゃないですか。で、その服の上から、多分、
やってくれてたと思うんで、あ、今こんなんなんだって思ってですね、やらせていただきました。だからその見られることは今回なかったです。別に見せたくはなかったんですけどね。いやー、ただもう本当にそのなんていうんですかね、暑いな、車の中、まあやってよかったなと思いました。もうそのまあ膀胱のことも気になってたんですけど、僕はその腎臓元気なのかな、大丈夫なのかなとも思ってたんですね。そうで、なんか機能が低下してるとか言われたらちょっとな、怖いなとか思ってたんですけど、綺麗ですねって言われてちょっと嬉しかったです。あ、頑張ってくれてんだな俺の体と思ってですね、感謝しました。まあ、滑って今回の件を要約すると、僕が便秘で悩んでた時にやってしまった、カフェインを一気にゼロにしてしまったことによって体が拒否反応を示したっていうのが、まあ、全ての結末のようですね。まあ、何事もやりすぎはいけないっていうのを本当に、まあ、まだまだと肌で感じ、だから今全然手は痺れてもなければ痛くもありません。あ、その代わりカフェインは取っています。やっぱりこれ多分一時はやめれないかなと思うので、少しずつ量を減らしていきながらね、カフェインを少なくしていこうかなと。でも別にゼロにする必要はないかなと思ってます。むしろそのなんか大事な時にあの症状が出たらさすがに僕も怖いですし、もしですよ、なんかコンテストに呼ばれてそれで一発勝負で歌うってなった時にあの症状出たらもう終わりですもんね。もうそれだったらわりかし少し飲み続けながら体調整えていった方がいいのかなと自分は思いました。まあなので、当分はまあちょっと紅茶の力を借りながら行ってみようかなと思ってますので、まあ、ここ数週間配信をお休みしてしまってね、あ、で、そ、あの声もねだいぶ戻ってきました。どうやらあのだいぶその回復の方に向かっているというか、これもちょっとね、関係しているのかなと思うんですけども、だいぶ声出しやすくなりました。はい、いやもうほっとしてます。いや本当に、日曜日の配信ライブで皆さんとお会いできることを楽しみにしていますんで、次は間違いなくやれると思います。まあわかんない、断定はできないけど、ね、なんか送ったらもうわかんないですけど、そのつもりでいますので、皆さんと週末は楽しみましょうというお話、今日はですね、泌尿器科は思ったほど怖くなかったよ的なお話をさせていただきました。最後までご視聴誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。